はい、皆さんこんにちは、こんばんは。トリチャンネルのトリチャンネルでございます。さあ本日はですね、映画作曲家でもありますジョン・ウィリアムズさんについてお話ししていこうと思います。この方は映画界の音楽界の映画音楽界の巨匠だと思います。ということで今日はね、映画音楽の世界に行ってみましょう。それではレッツゴー。今日はジョン・ウィリアムズさんという、まあ、作曲家の方のね、話していこうと思いますが、きっとね、皆さんもですね、あ、この曲聴いたことある、この映画音楽聴いたことあるっていう曲があると思います。まあ、もちろんご存知の方いらっしゃると思うんですけども、まあ、なかなかね、ご存知ない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。音楽は知ってるけど、あ、この方が作っていたんだっていうのをね、知らない方もいると思います。ということで今日はそこもね、詳しく見ていこうと思います。さあそれではジョン・ウィリアムズさんということなんですけども、まずね、曲、どんな曲を作ってきたかということよりも、まずこのジョン・ウィリアムズさんがどういう方かというのをね、見ていこうと思いますよ。最初はですね、はい、ジョン・ウィリアムズさんについてです。ジョン・タウナー・ウィリアムズさんと言います。1932年2月8日生まれということですね。なんと今年2022年でもう90歳を迎えております。もう大ベテランで、もう本当に映画界の巨匠と言えますね。アメリカ合衆国、ニューヨーク出身の作曲家でもあり、指揮者でもあり、ピアニストでもあるということでございます。これまでにグラミー賞25回、英国アカデミー賞7回、アカデミー賞5回、ゴールデングローブ賞4回を受賞していると。アカデミー賞には52回ノミネートされておれて、このウォルト・ディズニーについて2番目に多いと、まあ、言われております。まあ、これまでに手掛けてきた音楽様々あるんですけども、まあ、そこはね、また後で見ていこうと思います。ジョージ・ルーカスさんとか、まあ、スティーブン・スピルバーグ監督作品を中心にですね、この多くの映画音楽を、まあ、作曲しておりですね、このアメリカの興行収入の上位25作品のうちの8作品をね、作曲もしている、もう大作曲家と言ってもいいでしょうね。もうこの音楽本当聞いたことあるっていう曲ばかり本当に作ってきた方でございます。あ、またですね、あの映画だけではなくてですね、まあ、1984年ロサンゼルスオリンピックとか、そういったところもですね、作曲とかをしております。まあ、この方のですね、まあ、そういう経歴とかを見ていくとですね、まあ、ニューヨークのフラッシング地区生まれということで、1948年にですね、まあ、ロサンゼルスに、まあ、一家でですね、はい、引っ越してきます。で、ノースハリウッド高校というところを卒業後ですね、まあ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校でですね、ユダヤ系イタリア人作曲家のカステル・ヌオーポ・テデスコ氏に、まあ、CD というか、そこに弟子入りとかをね、しておりますね。で、1952年にアメリカ空軍に徴兵され、アメリカ空軍では音楽隊に所属し、編曲と指揮を担当して、それから1955年に兵役を終えて、ジュリアード音楽院ピアノ科へ進学し、ロジーナ・レビーン氏ですね、に指示を受けております。で、まあ、在学時より、このまあジャズピアニストとしてまあ活動されてたことですね。だから、まずはジャズピアニストのね、こう始まりとなっていくんでしょうかね。まあ、そこでですね、でそこからまあいろいろピアニストとまあ参加しながらですね、まあ1965年から編曲家オーケストレーターのハーバード W. スペンサーさんとね、共同作業をまあ開始して、そのコラボレーション、まあ、これずっとスペンサーさんが亡くなるまでやっていたそうなんですけども、でこの大学時代にですね、こうテデスコ氏のね、教えで、まあ、オーケストレーションを含むさまざまな作曲法を勉強し、コラボレーションに頼らずも作品を完成させることができるようになっていた、まあ、ジョン・ウィリアムズさんなんですけども、なかなかね、その作曲家組合とか編曲家組合のそれぞれの組合の仕事のその規定にね従って、まあ、
仕事をしていったということでございます。まあ、ここからですね、だんだんいろいろテレビシリーズですね、テレビシリーズの音楽とかを手掛けたり、少しずつこの映画音楽を手掛けていくようになるそうですね。で、まあその最終的にそのスティーブン・スピルバーグ監督のですね、作った映画音楽が、まあ、アカデミー作曲賞を受賞するとともに、だんだんこのいろいろこのスピルバーグ作品とかね、そういうところに携わり、まあ、映画音楽の、まあ、第一人者と、まあ、なっていくわけでございますね、このジョン・ウィリアムズさん。さあ、それでは早速ですけども、まあ、経歴はこんな感じにしといてですね、 あとはあれですね、お父さん、このジョン・ウィリアムズのお父さんも、ジャズ奏者とかあったということで、まあ、結構小さい頃からやっぱりこう音楽に触れ合うことがあった方なんだなっていうふうにね思いますね。はい、ということで、まあ、この経歴はこんな感じでございまして、じゃあ実際ですね、どういったやっぱ曲をね作ってきたかっていうのね、まあ、やっぱそれをね聞いた方が一番こう分かると思いますので、じゃあまずこの一番このスティーブン・スピルバーグさんとのこの仕事で、ね、アカデミー賞作曲賞をね1975年に獲得しました。この音楽から行ってみたいと思います。さあ、その1975年に、このアカデミー作曲賞を受賞した音楽は何かと言ってみますと、はい、まずはこちらの音楽でございます。1975年ですね、はい、スティーブン・スピルバーグ監督作品のジョーズという映画でございますね。皆さん知ってますかね、ジョーズね、はい、まあ、サメのね映画でございます。まあ、サメが、人食いザメですね、人食いザメがこう人間のね人々を襲ったりしちゃいしまうですね、こういう、まあ、ミステリー、パニックミステリーというかね、まあ、パニック映画というんですよね、そういうスリラーアクション映画とかいうんでしょうか、まあ、そんな感じの、まあ、情報でございますけども、人食いザメをテーマにしたこのスティーブン・スピルバーグ監督 のテーマ曲ですね、はい、これを手掛けております。そうですよね、はい、こういう曲作ってるんでございますよ、はい、そしたら次行ってみましょうか。次もじゃあスティーブン・スピルバーグ監督の作品から行ってみましょう。はい、こちらの音楽でございます。はい、これもね、実はね、ジョン・ウィリアムズさんが作っておりまして、まあ、これもスティーブン・スピルバーグ、ね、宇宙人から来た人と地球人と の交流を描く E.T. でございますね。E.T. という映画の曲もね、実はジョン・ウィリアムズさんが作っております。そして続いてこの曲。ご存知の人いるでしょうか、まあ、超人的なパワーを持つスーパーマン、このスーパーマンもこの方が作っております。どうでしょうかね、皆さんこの作品の中でも聞いたことあるでしょう、うん、みんなきっとね、どの曲も聞いたことあるっていう人もいるかもしれませんけども、はい、この曲を作っております。そして次はですね、はい、次ではこの曲、
これ僕のね好きな、映画でもあるんですけども、はい、ハリソン・フォードさんが演じるね主人公インディアナ・ジョーンズがね活躍する、はい、インディ・ジョーンズでございます。このインディ・ジョーンズのテーマも、はい、作っておりますね。このなんとも言ってねこの帽子とムチとこのキャラクターを色濃くねしてくれるこの音楽もまたこの引き立たせてくれるね映画というものを本当に引き立たせてくるこの音楽と素晴らしい、うん、この 今紹介した4つのこの曲でもね皆さんすごい特徴的ある、あこの映画といったらもうこの音楽だみたいなねそういうやっぱ作曲をしている素晴らしいですよね。はい、まずインディ・ジョーンズこの曲を作っております。次の映画曲いってみましょう。家に取り残された、まあ、一人の少年がですね泥棒に立ち向かってですねこの子供たち の成長映画みたいなねそういうものを描いた作品でありますこのホームアローン、このホームアローンの曲も作っております。いいですよねこれね。こういう曲をね作ってくるんですよ。そして、はい、次の曲はこちら。この曲もご存知の方多いんじゃないでしょうかね、はい、恐竜と、はい、恐竜映画でございますね。恐竜とこの人間のまたこのパニック映画でございますね、はい、これもスティーブン・スピルバーグというところですね、はい、ジュラシック・パークでございます。この映画の曲もですね、はい、手掛けております、まあ、今のところ、まあ、ジョーズとか、まあ、ジュラシック・パークとかはですね、まあ、ユニバーサル・スタジオとかにありますので、ユニバースタジオ・ジャパンとかねユニバーサルスタジオテーマパークとかにもありますので、まあ、そういったところでもね聞いたことがあると思います。だからそういう曲もね実はジョン・ウィリアムさんでございますよ、はい、そして続いての曲はこちら。はい、この曲もご存知の人いるでしょう、はい、これは魔法を描いた魔法映画ですね、まあ、ハリーポッターでございますね。このハリーポッターのテーマですね。いろいろ魔法の世界で、ハリーとかハーマイオニーとかロンとかがですね魔法界の世界でいろいろ活躍する姿を描くこのハリーポッター、この音楽も実は手掛けております。皆さんも今まで聴いてきた曲の中でも、はい、この曲あるでしょう、こんだけ有名な曲を本当作ってきている方でございます。そして何よりですね、はい、続いての曲は、はい、こちら。はい、こちらでございます。こちら皆さん方も多いでしょう、まあ、宇宙をテーマにした映画でありますね、スターウォーズでございます。このスターウォーズの音楽もやっておりますね、まあ、スターウォーズ様々やっております。スターウォーズのこのメイン曲、そしてそれから、ね、皆さん恐れる悪の、ね、ベイダー教の音楽、はい、ダース・ベイダーの曲もやっております。スターウォーズの曲様がいろいろ手を挙げているということになりま
ですね、まあ、スタンドの曲いろいろたくさんあります。感じですね、まあ、スター・ウォーズの曲であったりとか、まあ、様々な今ね映画音楽を見てきましたけども、こういったやっぱこう皆さんに印象づける映画音楽を、はい、今まで作ってきたこのジョン・ウィリアムズさんでございます。とてもこうインパクトのある映画で、この映画といったらもうこの音楽みたいなね、本当にそういった、音楽を作っている、はい、もう巨匠でございますね。ということでですね、はい、今回はまあ、映画音楽を彩ってきた本当名曲たちを本当作ってきたこのジョン・ウィリアムズさんという、まあ、作曲家について、はい、お話しいたしました。もう本当にね90歳を迎えられているということで、いやこれはとても素晴らしいことでございます、はい、ということで皆さんね、皆さんにこのジョン・ウィリアムズさんという方がいるんだよということが分かってもらえたら嬉しいと思います。ということで皆さん本日もありがとうございました。それではね、また次回お会いいたしましょう。それでは皆さん、バイバイ。Have a nice day.